ロブ・ウィツヘは、オランダ・アムステルダム出身の元同国代表サッカー、選手、元サッカー指導者。1985年に、アヤックスからプロデビューを果たし、1987年の UEFA カップ・ビーナーズカップを制覇。弟のリチャードと共に、中心選手として活躍した。AS サンテティエンヌで1シーズンプレーした後に帰国し、 アヤックスのライバルチームであるフェーエノールトに加入。5シーズンプレーし、KNVB カップを4度制覇。1992から93年にはチームを9、シーズンぶりのリーグ優勝へと導いた。UEFA 欧州選手権1992、予選から代表に定着し、左サイドのミッドフィールダーとしてプレーした。1999年の引退後は、 オランダ北部のクラブ HFC、ハールレムでアシスタントコーチを務めた後、2004年からマルコ・ファンバステンのアシスタントとして、オランダ代表のコーチを4年間にわたって務めた。正確な左足のキック、ロングフィードが持ち味で、弟のリチャード同様に直接フリーキックを得意としていた。リチャードとは、アヤックス時代に3シーズンを同じクラブでプレーしたが、以降、クラブ、 代表においても、不思議と縁がなく、主要大会で、ウィツけ兄弟が一緒にプレーすることはなかった。ありがとうございます。